狂ってるって言われました僕そのラムスエイドと間違えるぐらい良いゴートスエイドを使っていて、あ、これゴートスエイドなんですよ。グレーをちょっとテーマに綺麗な色ですね。はい、スポーティーにするライダースってことですね。そうですね。はい。これはナッパチェラータ、ナッパゴールドと言いまして、お買い求めしやすい新しい素材です。ロイヤルブルーやっちゃったんですよ。すごいですね。悩みます。明けましておめでとうございます。菅原バールナビゲートする菅原です。さあ、昨年も大変お世話になりました、今年もですね、楽しい動画をどんどん送っていきますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、今日はですね、特別編です。1月には昨年ちょっと放送はしてなかったんですけど、ちょっとね、今年は気合い入れて1月からバッと行きたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。今日もスペシャルゲストを早速お呼びしたいと思います。まずはフォルツァスタイル編集長、そしてファッションディレクターの小柴さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。これ深夜番組でしたっけ、これ。いや、違います。はい、まだ10時半です。10時半ですね朝なんですよね、なんかね。そうなんですよ。じゃあ、もう一人ゲスト呼んじゃっていいですか。はい、初なんですか。初なんですよ。意外でしたね。初ライモリ。はい、初ライモリ。ライモリオカ。そう、エンメティのおなじみのインテレプレ。はい、エージェントディストリビューターの笹さんです。ようやく来れました。初盛り。すいません。初盛り。初盛りで申し訳ございません。おめでとうございます。初なんですね。初なんです。意外な。都内では小柴さんお世話になってるんですけども、なかなかというか、自分の至らぬところで来れてなく、ようやく来ていただくばっかりだったので、コロナもちょっと落ち着いてきたので。これから頑張っていきたいなということで、ちょっと訪問させていただいて、で、素敵な会でありがとうございます。いや、だってエンメティこの数年とかでもう大爆発して、一人じゃ回らなかったんじゃないですか。だってお恥ずかしながら回れない時期は正直あったんですけども、ね、やはりそんな中でも展示会には必ずバイヤーさん誰一人離脱せずに来ていただいて、ありがたいことにその店頭での消化も良くて。で、もちろんその小柴さんのお力もお借りしながら、ここまで来れたので、これからははいろんなお店さんに顔を出して、はい、お話聞いてやっていきたいなと思いますので、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当でもね、やっぱお店見るってすごく大事ですよね。そうですよね。僕もだいぶ前、盛岡に初めて来させていただいたりとか、仙台のお店にね、なんか行かせてもらったりして、初めて、あ、菅原靴店ってこんなラインナップいろいろやってるんだみたいな、想像以上にいろいろ多いじゃないですか。商品定数とかも。まずびっくりしたのがニットの多さ。ここまで豊富に揃えてらっしゃるお店さんは、多分僕らのカテゴリーではないと思うので。はい。東北というその土地柄というところもあるんですかね。そうですね。やっぱ寒さもありますからね。やっぱりね。すごい売れるんですか、ニット。やっぱニットは非常にここ 4,5 年というか、まあコロナ前から売れてましたけど、やっぱりコロナになってからも非常にニットの需要っていうのは、おうち需要が増えてってことですか。まあカジュアル需要が増えたんじゃないですかね。なるほどね。一番はね。でもカジュアル需要が増えたってことでは、ライダースだってめちゃくちゃ売れてんじゃないですか。本当にありがたいことに、コロナになって以降も本当に生産量落ちていなくて、で、我々、まあ、ニットのブランドも扱ってるんですけど、イタリア人に聞くと各ニットメーカーの成績はいいんですって。世界中でやっぱりニットの仕事はやっぱ多くなってるみたいで、はい、なので当然ここで売れるのもすごく分かりますし、やっぱりもっと都内でこういうニットの品揃えあってもいいのかな、ちょっと正直思うぐらい、もっと売れるんじゃないかな、ちょっとここにすごく思いました。じゃあちょっと笹さんに、ちょっとそのインテレプレという会社のちょっと説明、ご紹介を知らない方にぜひ紹介していただきたいんですけど。我々インテレプレはイタリアのブランドのエージェントおよびディストリビューターをやっている会社でございまして、何年ですか？ですね、もうはや。20 26年、はい、っていうところで、でエンメティは12、13年ほどの歴史ではございますが、ただエンメティでスタートする前に、誰もが知っている有名ブランドの下請け時代も実はあって、もうすでにもう14、15年前から日本の仕事は始まっておりました。はい、でそこの付き合っていたブランドが当然のごとくそのクオリティコントロールが厳しかったりとかするところで、その最初はそのイタリアの文化、クオリティの文化と日本の文化ですごく難しい時代があったところを、その谷とエンメティの社長の、今でもそうなんですがマッシモの、本当に切磋琢磨があり乗り越えて商品を収めて、で時代とともにオリジナルブランドエンメティ、エンメティというのはイタリア読みのその M と T をイタリア読みでエンメティでエンメティなんですが、 M が代表のマッシモの M で、 T が同じ姉妹で姉なんですけどもティーナ、共同経営なんですね。ティーナの T でエンメティなんですけども、ファミリーメイト谷さんは入ってないんですか？あ、あれ谷の T じゃないです。あ、じゃない。谷の T にしちゃいましょうかね。それでもいいぐらいです。谷さんっていうのはそのエンメティのインテルプレの社長です。はいはい。という歴史がございまして、で私がインテレプレに参加したのは約10年前に参加しまして、でそこでエンメティと出会い、レザーの仕事をするのは初めてだったんですけども、やっぱりそのセレクトショップに立っている時は当然レザーもありましたし、取り扱ってきてもいたんですけども、実際さまざまなお客さんに売るっていうことは当然初めてだったんですが、私が携わった10年前はレザー自体がないお店も多くて、なかなかその市場、マーケットはまだまだ築けていなかったんですが、逆にそのないものの方が可能性があって面白いなと思い、でそこでやっぱりジャケットを普段着ている方、スーツ着ている方に簡単というか着やすいジャケットをなんか提案したいなと思いまして、そこで谷とマッシモと私でちょっと考えて、フィッティングをとにかくジャケットのようにしようと。で当然バイクなので、本気のバイクはこうついてたりとか、で海外ものは当然胸筋が発達してるのでこう袖がついてたりするの、これも当然だと思うし、今もそうだと思うんですけど、そういうものを普段着ていらっしゃるジャケットは、みんな当然私どもは前振りでなで方でっていう型紙になっているのを、ライダースのデザイン、レザージャケットのデザインというところをその型紙に落とし込んでいったところ、すごく市場が広がりまして、やっぱりレザーは育てて何年後かに着やすいものになるっていう認識を、もう買ってその日から着やすいものっていうものにちょっとしたいっていうところがうまくいき、でそこで干場さんとも出会い、いろんな消費者の方に知っていただくきっかけにもなり、今に至ってるっていうのが歴史でございます。ちょっとすみません、エンメティの歴史ともかぶってしまったんですけど。了解です。はい、じゃあということでですね、今日はどこよりも早く2023年のエンメティのコレクションをこの3人で紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。いやエンメティのね詳しい話を早速聞いたので、ちょっとまず干場さんとエンメティの出会い、ちょっと干場さんに聞いてもいいですか。 BR チャンネルが言い始めたのは7年前とか8年前なんですよ。そうですね、7、8年前ですよね。でそれで最初の初期の頃に紹介する機会があって、エンメティもちろん知ってたんですけど、パッてその時に動画の収録の中でパッて来たんですよ。こんなに何にも修正しなくてぴったり自分に合うライダースないなと思って、来た瞬間に分かったんですよ。その収録してる時に買いました。あ、それが最初の有利ですか。アンドレア2着。しかも夏に真夏に。狂ってるって言われましたもん僕で、その次の収録からもう来てました、多分おそらく。そのぐらい出会いがすごかったんですよ。なんか初めての出会いでパンって一目惚れして本当にそれがバッチリやっちゃうみたいな人いるじゃないですか、たまに。そんな感じだったんですよね。でこんないいライダースあるんだと思って、それからもう買いに買って、ライダースだけで僕20着ぐらい持ってるんですけどそのうちの10着ぐらいは多分エンメティだと思うんです。もっとあるかな。で出たら出たでまた新しいの買ってみたいなことになっていくので、でしかも作っていただいたりもするんで、でしかもイタリアでも相当取材させてもらってるんですよ、僕。ピッティオモの時にそれこそさっきのねマッシモさんもそうですし、谷さんにも取材してますし、この間2022年の9月にミラノの普通の街歩いてて会いまして「おお!」とかって言われて、こんなところでマシモさん会うんだと思って、しかも息子さんにも会っちゃったりして、やっぱりなんかあるんでしょうね、ご縁が。磁石がね、そうかもしれないですね。いやでもエンメティだって菅原靴店で扱ってんのもう十何年、もう僕もそれこそ星葉さんのその BR チャンネルを初っ端に見て、うわなんだかっこいいと思って、僕すぐ大和社長に連絡して、やっぱあれきっかけなんですね。そうなんです。でインテルブレを紹介してもらってすぐ買い付けに行ったんですよ。でも実際来た時どうでした？いやいや、かっこよかったです。かっこいいしハマりますね。ハマるし、あと今までこうやっぱりライダースってこうジャラジャラいっぱいついてるのが多かったんですけど、こんだけなんか削ぎ落としてさらにフィットするっていう。しかも素材がいいじゃないですか、革のね、もともとの。こんな柔らかくてこんな着やすいのあるんだっていう、もう衝撃でしたけどね。いや、じゃあやっぱりね、素晴らしい出会いだった。いやいや、本当にありがたい限りです。実は次週星葉さんのもうどこよりも早く、まあ新しいニュー2023年悪化シリーズがあるんですけど、まずその前にですね、今期ちょっと我々菅原靴店でエンメティピックアップしたので。どんなものをピックアップしたんですか？まずですね、紹介したいのが僕が着てるこのダブル。これもエンメティなんですか？これはエンメティなんですよ。へえ。名前がなんだっけな。ダルマツヨです。ダルマツヨ。ダルマツヨ。はい。ダブル。ダルマ？いや、だるまじゃないです。だるま途端になんか日本っぽくなりますけど。いや、ね、今お正月の前の出たりだから。そうですね。一応金ボタン、なんか去年一昨年ぐらいから結構金ボタンのダブルっていろんなそのテーラード屋さんでも流行ってるんですけど、やっぱりレザーでスウェードでちょっと一個欲しかったかなっていうので、ちょうどコレクションに出てたので。なるほど。はい。ちょっと僕ね、サイズ大きいんですよ、これ。でも今ぐらいでいいんじゃないですか。マジですか。48で。でも46かなって感じはするんですけどね。いや、48でいいんじゃないですか。あ、本当ですか。これ以上ね。おそらく46も間違いではないと思うんですけど、昨今のそのファッションだとなんかこれぐらいゆとりがあっていいんじゃないですか。カーディガンっぽくて。パンツをね、ちょっと緩くすればこれでもいいかなとは思うんですけど。これがちょっと合わせが浅いんですか、これ。あ、そうですね。やはり私どもその普段スーツを扱ってらっしゃるバイヤーさんが多いので、あんまりアレンジしすぎると嫌われる嫌いがあるので、割とそのいじりすぎずに、ただやっぱりちょっとカーディガンっぽくも着ていただきたいので、軽さ真珠は極力軽いものを使っているので。なんか素材でこだわった部分ってなんかあった？素材はですね、もうそのラムスエードと間違えるぐらい良いゴートスエードを使っていて。あ、これゴートスエード？ゴートスエードなんですよ。光沢もすごくあるんですけども、着心地もいいです。ちょっとベルベットのような雰囲気。また一つボタンっていうのがかっこいいんですよね。色がこれダークネイビーですね。ダークネイビーなんですね。切り返しもここだけか。スウェードです。その切り返しもすごく見えづらいので、ポケットの位置にはわざと合わせて見えづらくしておりますね。まあこれね、春の一発目というか、今まだ寒いじゃないですか。今ちょっと新しいのなんか欲しいな、もうライダースも何着か買ったしなっていう人にはちょっとこのダブルはすごくおすすめです。さあ続きまして、ちょっとグレーっぽいグレージュグレーをちょっとテーマに、綺麗な色ですね。はい、3種類ちょっとピックアップしてきました。で1つ目がこちらがユリフーディー。ユリフーディー。はい。ベースがユリのモデルにフードをつけました。はい、あ、フード取れるんですか？取れる。取り外しできます。なんでユリになりたいときは外して。ユリフそのまんまだな。肉類フーディーになりたい時はつければいいです、ね。なるほど。すみません、そのまんまで。スポーティー見えするライダースってことですね。そうですね。はい。なるほど。やっぱ取り外し仕様っていうのはやっぱどうしてもその取ってつけたようになりがちなので、うん、すごく自然に、うん、シルエットが出るようにパターンメイキングだとスタートの位置とかその辺をすごくこだわってお作りしております。あ、ここですね。はい。フードのつける位置。そうですね。フードのつける位置を。確かにね、大事ですよね。これ素材は？素材はこちらも先ほどのダブルのジャケットと一緒でゴートスエードです。ゴートスエード。新色ですね。こちらはこの23。綺麗な色ですね。綺麗な色です。まあホワイトデニムとかちょっと春先には合わせていただきます。菅さんね、着そうですね。白いデニムとかね。好きです。好きです。なるほど。そしてこれも新色のグレージュ。グレージュ。はい。これ一緒の形ですか？一緒、ユーリです。ユーリ。はい。グレージュとこっちがグレーですね。はい、二つ並べる。なるほど。はい。確かにちょっとベージュがかったですもんね。そうなんです。これもグレーのスラックスとか、あとちょっとベージュのウールとかでも合わせていただいてもいいですし、まあもちろんホワイトデニムで合わせていただいてもいいし、大島さんみたいにねブラックでもありですよね。はい。なんで結構オールマイティーに使う。そうですよね。これはナッパチェラータ。ナッパゴールドと言いまして、この2023年 SS からスタートしている新しい素材でして、ナッパチェラータはミックスなめし、ベジタブルタンニンなめしとクロムのミックスですが、こちらクロムなめしでございまして、イタリアで顔料を極力使わない表面を生かしたハイクオリティななめしではあるんですけども、すごくお買い求めしやすいお値段も実現した新しい素材です。毛穴もねすごい見えない感じ。すごく細かくて。確かに。ちょっと革のグレードエンメティ上がってますよね。そうなんです。それは同じ定番の革でも基本的にその同じものをやり続けるのではなくて、そのエンメティ社自体がやっぱりその常に勉強をしていて、よりいいもの。はい。勝手に開発してます。そこで行き着いた一つの新しいレーザーです。こちら。いいレーザーですね。すごいしっとりしてますね。はい。そしてこの3つ目がグレーなんですけど、これ笹さんにちょっと見つけてもらった特殊レザーなんですよね。そうです。SP カーフって書いてある。そうですね。普段表側ナッパ側ですとラムスキンを通常使っているんですけども、こちら菅原さんのリクエストでラムスキンと同じような軽さでカーフを、はい、本当に見つかったカーフがものすごいクオリティが高い。いいレザーが見つかりまして、それこそ先ほどのしっとり感もものすごいめちゃくちゃありますね。これめちゃくちゃしっとりしていて、でも着たら育つのがもうすごくわかる。確かに。はい。厚みも全然違いますよね。はい。いいですね。ちょっとライダース前としてきましたね。これは今16万5千円なんですけど、おそらくもう出せない。もう出せないですし、どこのブランドさんかは当然言えないんですが。もう高級ブランドさんが使ってるレザーと同じらしいので。ちなみに言ってみるとどこですか？ちなみに入りますよ。多分入りますよ。大丈夫ですよ。そのグループのレザーを買うことができたと言っておりました。必ず P でお願いします。これでも多分今ので解析すると多分分かると思いますよ。分かっちゃった。いや。口解析。口解析。なので普通に計算するともう50万以上してもおかしくない。倍以上ですね。はい。でこれはもう枚数限定です。なのでぜひ。枚数限定ちなみに何枚ぐらいなんですか？これ何枚だっけな。20枚ぐらいかな。じゃあ早いもん勝ちですね。はい。20枚ぐらいでもう早いもん。です。そしてちょっとこれね干場さんに来てもらいたいんですけど、ロイヤルブルーやっちゃったんですよ。すごいですね。結構いろんな芸能人の方から、スタイリストの方から、この色結構着てるんですよ。この色ともうちょっとブルーですよね。そうです。でちょうど笹君にいやああいう色のブルーないのって話して、いや菅原さん見つけましたよっていうので。ちょっとやってみたんですけど、これブラックちょっと星川さん着てみてください。あ、いいですよ。ブラックね。あ、いいですね、いいですね。はい。それ着るとなんか余計芸能人オーラが。なんですか。はい。出ますね。着やすいですね。いいです。色がすごいですね。パンチがあって。パンチがあります。はい。ちょっと着てみてください。僕もそれちょっと着てみたいですね。これ着てみたいですか。あ、こうなるんですね。あ、俺もかっこいい。俺もかっこいいですね。やっぱりこの肩の位置とアームホールの位置をみんなやっぱね、洋服好きだとね見たくなるんですよ。実際自分が着てみてっていう。それ似合いますよ。あ、これ僕ブルーのデニムにいいっすね。ブルーでもいけますね。いけますね。もうこれちょっとご予約、あ、星野さん似合いますよ。いや、これはこれで着たいなと。いいですね。いいと思います。ぜひこれも。すみません、私も。あら、こっちもいいな。そのダブルはいいですね。あれ、これやんないんですか、すがら靴店は。これね、うちやってます。やってます。茶色はちょっとやってないんですけど。茶色もいいんじゃないですか。ブラックとグレーはやってます。めっちゃいいじゃないですか、これも。コルビーです。コルビー、はい。こんなのダブルありましたっけ？ダブルも昨年からまだ新しいです。きた。このダブルすっごい人気ですよ。ね、めちゃめちゃいいですね。これ視聴者の人めちゃくちゃ迷いますよ。これみんないいじゃないですか。着やすいのいっぱいありますね。ありますね、本当ね。着てみないとわかんないじゃないですか。わかんないです。はい。自分のこう肌の色とかやっぱり髪の色、僕本当白髪になったら、はい、やっぱり今まで。黒髪の時は合ってたけど合わなくなったやつもあるし、うん、その黒髪の時に合わなかったのが白髪逆に合うよ。そうです、楽しめますよね。そうですね。だって金髪みたいなもんじゃないですか。あ、そうですそうです。銀髪じゃないですか。モノトーンのファッションとか超かっこいいですよね。そうなんです。白髪とかになると。めっちゃいいですね。さあ、ということで、どれ買うんですか。それもめちゃめちゃ似合ってる。まずこれ買おうかなって思ってます。はいはい。フードも着てみようかな。あ、これもなるんですね。これもかっこいいな、星野さん。スポーティーな。ちょっと変わりますね。はいはい。なるほどね。めちゃめちゃいいですね。これも着てみていいですか。はい。スピーティーなんかいいですね。あ、ちょっと待ってよ。これか？あ、これかな。守られて、あ、かっこいいですね。色めちゃめちゃいいですね。いい色なんですよ。これは本当に20名限定で。いいですね。これめちゃくちゃいいじゃないですか。皮やばいですね。最後これ着ようかな。皮や、これ皮やばいですね。着ちゃいますか最後。あら。ああ、これもいい色ですね。いい色ですね。悩みます。じゃあまあ。これ買おうかな。それでもね、似合ってます。すごい。意外となしかなと思った。いやいや、全然着た方がいいですね。このブルーは小峠さんより似合うと思います。なんか企画でやってましたよね。水曜のダウンタウンなんかで坊主の人がライダース着て後ろ姿でいるとお疲れ様ですって挨拶するかっていうのをこの間やってて。やってましたよね。そう。最高でしたけどね。ということで。今日は、今回はですね、すがら靴店2023年の、エンメティ新作を、紹介してきました。次週はですね、星野さんの2023年新アッカコレクションですね、こちらを紹介したいと思いますんで、この後もすがら靴店のホームページ、そして、インスタグラムをフォローしていただいて、この今回の面白いこの着せ合いね、ごっこにコメントをたくさんいただければと思います。次週ですね、いろんな宣伝も聞きたいと思いますので、はい、今日はこの辺でお別れしましょう。それではまた。チャオ。はい、今回紹介したエンメティは1月半ばぐらいの入荷となっております。今、イタリアから日本に飛んでる最中です。ホームページの方でですね、ご予約ができますので、サイズ感等、お悩みであれば直接電話いただいてもいいですし、メールをいただければと思っております。ご予約お待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。またエンメティもよろしくお願いします。